皆様こんにちは。バイマバイヤーノアスペインこと長澤みどり子です。本日のアイテムをご紹介したいと思います。本日はこちらのトッツのアイテムをご紹介したいと思います。なんとセールで 40% オフで確保できましたこちらのバッグです。ウェーブっていうねシリーズで、ここ数年すごく人気があるデザインです。このねポコポコがなんとユニークなんですけれども、ゴンミノのねトッツの有名なシューズありますけれども、そちらのシューズのこのポコポコをねモチーフにここの角の部分にこうやってつけています。でこちらホワイトタイプの、この縁取りのねこの部分がレッドなんですけれども、中の方も開けてみるとバイカラーの、レッドになっています。ここですね、ここ開けて、でこれ開けるのすごく面白い形なんです。ここにこう留めがついてるんですけども、開けていただいてこうファスナーで取って開けていただくとこういう感じで、今ものちょっと中入ってますけれども、中はバイカラーのホワイトとレッドのねこのコンビネーションとっても綺麗です。ちょっと色がうまく出てないかもしれませんが、これですね、このレッドですね、ここの縁取りのレッドと中同じ色です。でポケットファスナー付きありまして、コンビネーションがね綺麗ですね。でこのレザーもねグレインカーフで丈夫ですので、長くね使っていただくと普段使いのトッツっていう風に言われていますけれども、こちらもそういうバッグになるかなと思います。デザインが本当に変わってて、でコロンとしてて可愛らしい形です。後ろにこういう感じでポケットついてて、あともちろん、ストラップもねついてますね。ストラップこれこちらピンク、パウダーピンク、ベージュピンクですねになりますが、同じ形で、こちらは中の方がお色がちょっとダーク、レッド系のお色で、ここもね美しいコンビネーションですね。この縁取りもそのダークレッドになってて、ここがベージュピンクになってるんですけれども、このポツポツも同じようについてます。ここですね。でこれストラップつけた時にこの持ち手のハンドルが入れれるようにね、これデザインしてられていて、こういう風に縮むんですね。中に全部入っちゃうんですね、ここが。で、普段ね、使うときはここを持っていただいて、ちょっと邪魔にならないようにこうって、ちょっと気が利いています。で、ストラップもロングでありますので、この後ろのね、ここの部分につけていただくと、なんかちょっとまるでリュックのような、後ろにね、ついてるんで、脇ではなく後ろなんで、ちょっと普通のブランドさんとちょっと違う、かもしれませんけれども、こういう感じでつけます。でショルダーとして使っていただけますし、斜め掛けももちろん可能です。で取り外しもねこうできますので、ハンドバッグのみのストラップなしでも使っていただけます。どっちもねコロンとして可愛い形なんですけれども、ちょっとユニークなね個性的な形がとても人気で、カラーバリエーションもたくさんありますし、サイズも3サイズありますね。でこちらはミニっていう小さい形になりまして、日本人でね東洋人の方には一番人気のある形になります。とっても可愛らしいです。脇の感じこんな感じです。すごくユニークです。オリジナリティがあってね素敵だと思います。 40% オフでとってもお買い得の価格になってますので、ぜひご利用ください。本日はトッツのコロンとしたウェーブのバッグをご紹介いたしました。それではまた。